レクティ・アイゼナッハ。はい。座学はミソラと同程度、実技は同じ相手に勝ったり負けたりを繰り返して安定してねえし。あとはレクティ、お前はどうする？レクティ、話すときはもっと大きな声で相手の目を見て話しなさいっていつも言ってるでしょ。ごめんなさい。ほら、やります。ぜひカナタさんの訓練に参加させてください。それじゃ決まりだな。それじゃ決まりだな。レクティ・アイゼナッハ。はい。座学はミソラと同程度、実技は同じ相手に勝ったり負けたりを繰り返して安定してねえし。レクティ、話すときはもっと大きな声で相手の目を見て話しなさいっていつも言ってるでしょ。ごめんなさい。ほら、ごめんなさい。あとはレクティ、お前はどうする？あの